ピクテマーケットフラッシュご視聴の皆さん、こんにちは。ピクテジャパンストラテジストを務めております田中純平と申します。本日は弊社客員フェローの田中泰介さんとの対談です。それでは泰介さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速米国株市場なんですけれども、本日は7月の11日月曜日、午後2時を回ったところなんですけれども、先週ですね、株式市場やや反発の兆しがですね見えてきたということで、これですね、アブ材料がですね、織り込まれたのではないかといったような見方が出てきているわけでございますが、泰介さんはこの現状をどうお考えになっていらっしゃいますでしょうか。そうですね、どんな弱気相場にも反発場面というのはやっぱりありますので、その意味での注目はしてるんです。ただ、もうこれマーケットもですね、相当程度に神経質にじりじりと上値たどれるのかどうかを見てきたという面が非常に強いですよね。これは日中の動き、ニューヨークの場中の動きを見てもそうなんですけれども、高く寄っては大きく落ちて、それが戻ってはまた落ちてっていうようなことを日に2回3回繰り返しながら引けにかけて、でもしっかりだったみたいなことを繰り返したんですね。ですからこれその都度ですね、ショートここで落ちるんじゃないかと思って売った人も腰が座らなくて、巻き戻すし、それから相場が上がるからといって、焦燥買いした人たちもまた滑落するんじゃないかって言って、それが心配だから無理せずリグったりしてっていうことで、私は意外とこの段階に至るまでもマーケットにそんなにロングポジションが溜まってないんじゃないかっていう、こういう見立てをしてるんです。逆にそういう迷う相場は高いっていう言い方もありますから、要は下値が切り上がって、がっかりさせるような悪材料がなければ意外と上値を試していくっていう、そういう展開もまた可能性としては排除されなくなってきてる。これまで何度もですね、4月下旬以降、ここで持ちこたえれば、ミニサマーラリーのようなことが7月あたりにあるんじゃないかっていうことを言い続けて、2回、3回裏切られて、で、今回も、下地としてはそういうものがある。これの難しさは、ファンダメンタルズのトレンドは今でも下なんですよね。これは明らかにインフレはまだ高い。そして金利はまだ上がる。景気についてはその先で後退懸念があると、こういう状況にあるので、株式としてトレンドとして上がっていく場面ではないということなんですけれども、その相場のあやとしてちょっと変化の兆しというものも見て取れないわけではないという、こういうところに来ているという認識なんです。ありがとうございます。今週ですね、いよいよアメリカの6月 CPI、こちらが発表になるということで、これ、先月はですね、この指標が大きく上振れたということで、マーケットもですね、ボラティリティが高まってしまったということがあったかと思いますけれども、今回についてはいかがでしょうか。どういうことが繰り返されるんでしょうか。今回がですね、おそらくちょうどその CPI が鈍化するかどうかの境目ぐらいの数字だという認識では見てるんです。もともと4、6月期に CPI は鈍化するだろうということを想定していたら、それが裏切られたということで、結果として FRB の高波姿勢が強化される。で、そんなに利上げするのって話にもなって、そのことで、景気後退観測もコンセンサスになっていく。だから、インフレ、金利上昇、景気後退、こういう悪材料が全部出揃ったっていう、こういう感じにはなったわけですよね。で、これから先なんですけれども、実際にその CPI が鈍化するかどうかのところにある。これは一部サプライチェーンで、ずっと問題があるから価格が上がってたという部分についても、企業がそれに対処するために在庫を積み上げるなどして、ここからの物価上昇圧力というのが緩和されているという兆候も出ている。それからエネルギー価格がどんどん上がったけれども、過去1ヶ月下がりましたので、そのことによる影響というのもいずれ出てくると。それが今回出てくるかっていうと、多分来月以降じゃないかっていう、こういう見立てになると思うんですけれども、その点でですね、今回はやっぱりまだ強めに出るのかどうかっていうところであって、マーケットの観測とするとインフレが鈍化してくるっていう、こういう思いというものをふつふつと抱き続けるんですね。ですから株が持ち直してくると、まあいよいよかと、インフレ鈍化するんじゃないかっていう言い方にもなる。で、そのことによって FRB がこれまで言ってたほどタカ派的に対応しなくてもいいんじゃないかという声も出てくるかもしれない。そのことが景気後退懸念を緩和させる面もあるかもしれない。これが目先1ヶ月ぐらい相場がミニサマーラリーになるかもしれないという時のマーケットの勝手な解釈の仕方っていうことにはなりますね。やっぱりそのことが強い中期的な見通しになるわけではない。だけれども高い高いと言ってたインフレ、もう最悪の事態まで織り込んだようなところが今回鈍化するという話にもなる。金利についても上がるばっかりじゃなくて、あそこまではやらずに済むんじゃないかという話になる。景気についてもこれ今にももう後退していると、こんな話まで出てきてましたけれども、まあ足元はさすがにしっかりめで、いろいろ怪しい兆しはあるんだけれども、実際の景気後退は23年の話じゃないかと、まあ、こんなふうな話にもなってくる。そのこと自体が心理的な安堵感、相場の持ち直し感というものを一時高めることがあるんじゃないか、まあ、こういうふうなことを、まあ、今回の CPI も含めて思っている次第です。ありがとうございます。私がですね、特に注目しているのが FF レート先物なんですね。で、年内のですね、この織り込み具合を見ると、ほぼ FOMC メンバーの予想ですね、中央値、ここと一致したですね、織り込み方になってるんですけども、ただ、来年ですね、これかなりギャップが開いておりまして、ご存知のように FOMC メンバーは引き続き来年も利上げをしていくという見立てですけれども、FF レート先物を見るとですね、もう利下げがですね、早くも織り込まれているということで、特にこの2週間ですね、そのギャップが開いていく FF レート先物市場では利下げ期待がですね、進んだような状況となっておりますので、おそらくですね、これ CPI が上振れるということになると、またこの来年の利下げ期待もですね、後退する。それによって市場の変動率もですね、大きくなってしまうんじゃないかということを危惧しているんですけれども、その点はいかがでしょうか。まさにですね、中期的に2023年に至るまでのインフレ、金利、景気についての見通しというのは、現時点では確定的なことをまだまだ言えない段階なんですよね。ですから先ほど、その悪材料織り込み済みっていう話が出ましたけれども、実際に本当にインフレも金利も景気も株にとって悪いサイドのことをかなり織り込んだ、まあ、こういうふうな言い方をされるわけですが、織り込んだって言った場合に、その先の着地点をもうポジションとして形成したから、それ以上の変化はないですよっていうのが織り込み済みですよね。まあ、その点からすると、今ある懸念を最大限一回言ってみましたっていうのが、この5月、6月の展開であって、ポジション的には、その先のポジションを形成したというよりも、恐怖に駆られて売ってきた人たちが、まあ、あそこまでの材料で、まあ、売ったし、あるいは売らなかったしっていう人たちが、まあ、これ以上悪い材料出てこないかなっていうことで、ちょっと止まる。止まった時に、一番敏感な人たちって誰かっていうと、ショートの人たちなんですよね。彼らは下がるサイドの方に思いっきりリスクを取っているわけで、まあ、この辺の人たちが不安になってきて巻き戻されることによって、新規の買い手はまだまだ慎重だけれども、そこから先相場が上がってくる。相場が上がってくるとさっきのように、インフレ鈍化じゃないか、FRB そんなにです、高派じゃないんじゃないか、あるいは景気もまだまだ様子見る期間あるよって、こういう話になってくる。でも現実には秋になって、インフレは確かに鈍化したけれども、かなり高いじゃないかと。4%、5% からなかなか下がってこないじゃないかとか。例えばこんな話になってくると、FRB は当然のことながら利上げをもっと継続しなければいけないという話になってくる。で、景気に関しても、最近は後退ということをかなり織り込んだので、そのことによって、逆イールドがまた生じたりとかですね、そういうことにもなって、金利の先々利下げということの織り込み方にもなっている。でも一方で、それを今確定的に言える段階かっていうと、これはマーケットも FRB もそんなことは到底言えない場面ですよね、まだまだ。ですから私自身は織り込み済みっていうよりは、まあ一旦相場のあやとして、悪いサイドを思いっきり言い尽くしたので、そこからの揺り戻しはあるんだけれども、ファンダメンタルそのものは、秋以降のきな臭さっていうものをやっぱり過ぎないことには、ここから先の着地点、具体的なイメージっていうものもまだ持ちにくいっていうのが正直な印象なんです。そうですね。で、あと今、秋というふうにおっしゃいましたけれども、もう一つ気がかりな点が QT ではないかなと思うんですね。量的引き締め。で、ご存知のようにこれもう6月から開始しているわけですけれども、9月からはですね、この QT のペース、これが倍増すると、月間950億ドルということになるわけですね。で、これって、まあ確かにもうニュースとしては、まあ十分皆さんご存知だと思いますけれども、これ実際のインパクトという点では、未知数だと思います。流動性リスクですね、特に。ここにですね、警戒が必要ではないかなと思うんですけれども、本当はいかがでしょうか。まあ、QT はですね、具体的なインパクトっていうものを本当に評価しにくい政策ですよね。で、私はもう最終的には、金利がどう反応するかっていうことに尽きるんだと。まあ、これは債券市場の需給が、その QT を危惧して、で、そのことの影響で、相場が下がる、金利が上がるという展開になるかどうかということでしか、もう最終的な評価はできないとは思ってるんです。で、数字の点で、QT が厳しくなっていくということはもう確かだと。だけど一方で、今回もそうなんですけれども、金利が一時 3.5 まで上がった。でも景気後退するんだったらって言って 2.7 まで揺り戻しがあった。ですから、ほとぼり冷めてみて、この先落ち着くんだといえば、今の金利を買いたいという投資家も出てくる水準にはなっている。だから、ここも本当に微妙なところでですね、QT によって需給が悪化するという面と、だけれども、この先、本当に景気が後退してくるんだったら、3% 台の長期金利を買いだと思う投資家というものも出てくる水準にはなっている。で、それで QT をそこから先、さらに悪材料視するかどうかっていう話になると、それはやっぱり金利に現れてくる話なので。金利が不必要にどんどん上昇していくって話になると、ああ、こういうところにやっぱり出てしまったんだ。FRB、本当に QT このままでいいの？まあ、金利が上がって株も下がれば、FRB だって対処の仕方っていうことはやっぱり考えますよね。ですから、まあ、その辺は是々非々で対応するんだとも思ってますし、私自身はインフレ、政策、景気、もう三つどもえでどうなるのっていうところを探っていくのがもう秋以降だと、こういうふうに思っている次第です。ありがとうございます。まあ、これ7月ですので、まあ、そろそろアメリカの企業決算ですね、こちらについても本格化してくるということで、まあ、これまでのですね、数ヶ月の相場、ほとんど企業決算というのは材料視されてこなかったと思うんですけれども、まあ、今回はどうでしょう。さすがに足元の企業決算、そしてガイダンスですね。まあ、そろそろですね、これ弱含んできて、実際マーケットにあたりインパクトも大きくなってきてしまうのではないかということもですね、まあ、想定されるかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。マクロ環境として言うと、やっぱり相場がここまで、大きく落ち込んできた。で、理由は何って言ったら、最初は昨年まで超金融緩和の下での金融相場でしたと。だから金利が上がるんで、一旦中間反落に落ち込みましたっていうことですよね。で、その先で、本来であれば業績相場があってもいいという期待感をまだ残してはいたんですけれども、結果的にはインフレがあまりにも先行してしまって、で、金利の上昇も相当加速的に景気中立レベルを超えて進んでしまいそうだと。で、こうなってくると、その2023年の景気後退が、想定もされるというところまで来てるので、要は中間反落を超えて、今度金利が上がるということを嫌う逆金融相場、それから企業決算、企業業績そのものが悪くなるんじゃないのっていう逆業績相場、この様相がかなり短い期間の中でこうオーバーラップしてきてるんじゃないかっていう、こういう様相でもありますよね。ですから、まあ、今回の決算もそうなんですけれども、だから、ここから先、業績が悪くなっていくんじゃないかという大きな流れ、そのこと自体は常に気になっているということなんですね。ただ、その一方で、企業もいろいろインフレに対しての対応もしていて、値上げをしてそのことによって決算の数字が良くなる企業というのもある。それから半導体をはじめとして、相場が相当売られてきたのでダメだと言われながら、その実需要の裏付けというものがまだ相当根強くある分野もある。こういう数字がですね、バラバラと出てきたときに、意外といいじゃないかっていう方向で捉えられる可能性っていうのもありますよね。ですから私はこれ相場と同じで、大きな流れとすればすごく警戒的だ。2023年にかけて、ちょっときな臭さの方を意識しているということなんですけれども、短期的に見れば数字が意外といいという方向で評価される可能性もある。で、過去数回の決算は相場がもうまさに下がっていくプロセスの中だったので、中身はいいのに部分部分悪いっていうと、それで相当売り込まれるっていう企業もありましたよね。で、こういうふうに相場そのものがその解釈を決めてしまうという面があると。ですから今回も相場がちょっと相当下振れてしまって持ち直せるかどうかという時なので、逆にいいという捉えられ方になるのか、その前に相場が上がっていて、で、上がってしまった後にその材料が出てきた時にここが悪いって言って、利益確定売りの材料にされてしまうのか。こういう不安定さっていうものがあって、正直言って事前にですね、確定的にどっちに転ぶっていうことが言いにくいなっていうのが私の見立てなんです。そうですね。そういう意味では、為替ですね。為替については、米ドル高が続いているということで、こちらについては、米国企業にとっては、これ、逆風の環境下ということになろうかと思いますが、一方で、日本株については、これ、円安ですので、これは追い風の環境ということですね。そういった為替のインパクトによるですね、株式への影響というのも、これ、無視できないんじゃないかなと思うんですけども、その点、いかがでしょうか。アメリカの基軸通貨国ということもあって、もともとその為替の影響というものがあまり強くは出にくいっていうことは言われている国なんですよね。で、ただし、そうは言ったってグローバル展開している企業が、ドル評価したときに収益等々が目減りして出てきてしまうというところもあると。で、この部分は実質的にそんなに気にする必要はないといえば気にする必要はないんですけれども、ただ、経済全体がやっぱり悪くなっていくというときにはそこを気にするという面もある。だけど一方で、そのドル高がインフレを抑制することの、効果も持っているとすると、国内政策、特に政府サイドですね、にとってみると、それを望ましいと思うところもあるという、いたしかゆしですよね。むしろそのことよりも、日本、これ、株がアメリカ株から離れてしっかりしているという状況が続いてます。で、いろんな理由付けをする人たちがいるんですけれども、明らかなのは最大の要因は円安だということだと思うんです。これ、金融相場がすごいっていうアメリカの株高見てきましたけれども、今回の円安というのは、金融相場に匹敵するようなインパクトを日本株にはもたらしていて、世界中の株式投資家が苦境に陥っている中で、日本だけものすごい救われてるんですね。にもかかわらず、なんか50年来の円安だとかですね、日本経済が円安でダメになるみたいな議論する専門家も多くって、もう私、延々何ヶ月も、ものすごい助けじゃないかっていうことを、言い続けてきたわけですけれども、今もその恩恵というのは続いているということなんですね。逆に言うと、今度、円高に転じる場面というのはまたいずれ来ますので、その時に日本の投資家が二重三重の意味で苦しむ場面というのが来るんではないかという危惧もあるので、この今、享受できている円安というものを目いっぱい生かす。でもその先には、また気をつけなければいけない場面というのが来るというのが相場なんだということを忘れてはいけないというふうに思う次第です。ちょうど本日は参院選挙後ということで、これ岸田政権ですね、長期安定政権になるのではないかという期待感が高まっているかと思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。こういった政治的な観点で日本株のですね、今後の見通しというのは変わってくるんでしょうか。そうですね、まあ、私自身は円相場が日本株にとっても最大のインパクトだっていうことを申し上げましたけれども、これ日本側が金融緩和、アベノミクス以降の金融緩和をしているからっていうことが背景にあるにしても、基本は米金利に沿って動いてますよね。相場の動きそのものはもう 95% アメリカ側の事情だという認識でいます。で、日本側はおそらく岸田政権が継続した場合でもダイナミックな財政政策が出るというわけではない。で、その点でいうと、日本経済のデフレギャップというものは低流で続いていく。日本銀行はその分、決して金融引き締めを大胆に進めるなんてことはありえなくて、まだまだ金融緩和的な下地を続けていって、早すぎる円安に対して何かの牽制をするのかどうかぐらいの視点でしか、見られないと。この流れからすると、大きな日本側の事情を理由に相場がこう変わるということについて、議論する余地というのはあまりないんだと思ってます。むしろなんとなく流れに乗っているというこの状況が日本側の事情としてはあって、その一方でアメリカ側でそんなに金利上げたら景気悪化するじゃないとか、いやインフレがそんなに高くなったら金融緩和なんか到底できないじゃない。こういうことが年末にかけて見えてくるに従って、円安がもう一段弾みがつくのか、それとも円安がいよいよ終わるのか、そのことによって日本の投資家が安堵できる状況が長引くのか、いきなり終わってしまうのかということの分岐も来るんだということかとは思うんです。ですから黒田日銀総裁の任期が来年切れて、でその後、日銀は金融引き締めに向かうんじゃないかみたいな、こんな観測もありますけれども、私はこれはアメリカの状況との巡り合わせで捉えるべきものであって、米景気が悪化して、ドル安円高になっていて、日本が苦境に陥っているときに、日本側が金融緩和をやめるということはまずできない。おそらくそういう巡り合わせというものが23年にかけてあるんではないかということを、日本の政治サイドの要因とは別に注視しているということです。なるほど。そうなりますと、やはりアメリカの今、このインフレ率ですね、これについては、やがては鈍化してくるだろうと、それによって、金利もですね、景況感も悪化してくるでしょうから、この10年債利回りについても、アメリカの、これについては低下してきて、でその結果、円安もですね、円高にシフトしてくる、それがもしかしたら年後半、あるいは来年にかけて、こういった状況になってくると、そうなると、日本株についても、これまで円安が追い風だったものが逆風になってくる、そういう環境下になるかもしれないということですね。そうですね、その点、やっぱりアメリカの動向というものが重要だということなので、日本独自の理由で株がしっかりしているとか、円安以外の理由をいろいろ引っ張り出してきて、だから日本株はいいんだとか、こんなことを言っているよりは、円安を見る、円安の背後でドルがある、ドルが動くところには金利がある、で金利にも景気にも影響するものに株価があるっていう、こういう脈絡っていうことで、捉えていく、日本の事情だけを見てですね、何か判断できるとは思わない方がいいというのが、私が強調したいところです。それではですね、そろそろお時間でございますので、最後ですね、投資家の皆様へメッセージ、もしございましたら、大輔さん、よろしくお願いいたします。そうですね、この週末、大変なショッキングな事件もございました。安倍元首相が撃たれてお亡くなりになると、こんなこともありました。安倍元首相には、心よりご冥福をお祈り申し上げます。日本において、積極果敢に政策で打って出て、そして、その先こういう姿にしていくんだということを語ったときに、それが実現できる、そのイメージを持たせてくれる唯一の政治家であったと思うんですね。ですから、アベノミクスについて、あるいは彼がいろいろやろうとしてきたことについて賛否両論いろいろあるんだとは思うんですけれども、こういう議論というものが日本でまた見えなくなってしまう、このことを大変危惧しています。もともと日本の投資家市場環境等々も含めてなんですけれども、理詰めで物事を詰めていく、考えていくというところが非常に乏しいところがあって、で、先ほどの円安論でもないですけれども、何かにつけて、流れに任せてしまっているというところがある。世界の投資家というのは、次の展開、次の展開、これはどうなんだっていうことを、けんけんがくがくやりながら、先んじでいろいろ取ろうとする人たちが相場を先導しているというところがあるんですけれども、日本は社会も金融も全体としてその流れに身を委ねるというような傾向が非常に強い。そんな中で、こういう政策をリードしてくれる政治家がこうして、いなくなってしまうということについて、もう本当に危惧するところ大なんです。逆に言うと、ぜひ投資家の皆さんには、そういう投資家の本分として、したたかにマーケットの中で今何を狙うべきなのかという目を忘れずにいてほしい。円安になった。これ日本ダメなんだっていう捉え方をするっていうのも私は驚きましたけれども、こんなチャンスじゃないかって普通は思うべきことなんですよね。ですから我々はこの変化に対してそれを常に生かすという目をやっぱり持たなきゃいけない。政策的な方向づけがますますしにくくなるというのが日本のちょっと危惧されるところなんですけれども、こういう視点をぜひ今回改めて認識していただければなと思う次第です。ありがとうございました。それではお時間になりましたので、本日の聞き手マーケットフラッシュ以上をもちまして終了とさせていただきたいと思います。それでは田中大輔さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。